ゴールド TV 第3部は原油です。コミュニティインテリジェンスの近藤さん、よろしくおはい、願いしよろしくお願いましす。ます。今日のテーマはファンドが関与していないということでございます。まずその前に価格ですが、金とプラチナと同じように今横ばいですね。商品価格が押しなべて横ばいになってます。アルミなんとかみんか、な似たような形してますね、そう本当にそう、みんね。なアルミとかね、トウモロコシは、若干、やっぱり横ばい下がってますよね。小麦は上がってますかね。あんまり例外があんまりないですね。天然ガスがちょっとロシアの問題で上がってますかね。ってなところでございまして、原油価格は、日本円では現在6万9千円ですね。7万4千円ですか。8月22日は7万4千円に少し上がってるわけですね。6万9千円は7月7日でした。一この番、ラインで止まってるわけですね。7万円で跳ね返って、現在7万4千円になってるというところでございます。で、アニメューリヨーカクドはル、80ドル台に突っ込んでるというのが、一つの、新しい動きですね。90ドルを割って、85.73ドルまでお盆の時に行きましたと。現在は90ドル77ですけど、かろうじて90ドルにちょっと頭を出したところだけです。というところで、ギザギザで、昔は35ドルまで下がりましたけども、これは、そんなことは今はないと思います。ただ、あまり強気の材料はあまりないでしょうというのが、私も含めた識者の見方だと思います。2017年、5年前ですね。そうですね、はい。で、ファンドが関与してないっていう、このグラフ、最初のグラフは貴金属と紫色の折れ線グラフが価格です。金の場合はこれ、ほとんど山が重なってますよね。この山ってのは何かっていうと、ファンドのネット改ざんっていうのを取り出したんですね。後からいろいろ長々と申し上げます。EIA のあれでは、ファンドってのが一つの、クライテリアで、他にもいろいろな投資家の仕分けがありまして、私はそれらを無視してまして、5つ6つあるんですけれども、全部やってたらキリがなくて、複雑になっちゃいますので、私はファンドっていうところだけを取り出して、いわゆる金融投資家で専門に、人から資金を預かってですね、それを運用して、利回りを、配当を出しているという会社、ファンドですね。ヘッジファンドと言われるやつがやってる、ネット改ざんは買いから売りを引いたやつですね。で、金の場合は0.87ですから、非常に、このグラフを見ても、重なってますよね。からプラチナも0.93ですから、金以上にもっと激しく重なってまして。から、これは銀ですね。銀も同じように山があって谷があってと。から、これはマイナスなんですけれども、パラジウム。要するにパラジウムはファンドは一回も買ったことないんですよね。パラジウムは売りばっかりです。ですから売り算の方がいつも多いってことですね。売り算が減ってくると価格は上がってくるということになって、かなりだから、相関係数って見ますと0.7から0.9までありますね。原油は0.39のマイナスなんですね。全くこれ、形は似ても似つかぬ形になっ本当てでますして、ね。右側の排出ガソリンなんてのは逆相関。0.88で、ファンドが売ると価格が上がると。ファンドが買うと価格が下がるということですね。全くファンドの意思を反映してないんですね。それ以上のものが誰かが買って動かしているということで、ヒーティングオイルについても同じでございまして、全くマイナス0.25。天然ガスは売り算の方が多い。売り算が多いってことは、ファンドでもやっぱり、現物を買って、先物で、売っているということかもしれません。ですから、売りの方が常に多くなっているということかもしれませんが、はっきりしたところは分かりません。いずれにしても、原油の、天然ガスの場合は、天然ガスの場合は、売り算の方が、パラジウムと同じように長いということですね。
ということで、こういうことは前から私は知って、時々月に1回、はい、このグラフを更新してまして、これ作るの大変なんですけどね、そんなことはどうでもいいんですけど、2、3日かかるんで、月に1回しか出せませんが、それについて、EIA、アメリカのエネルギー情報局が、言い方としては最近の縦極が減少しているという言い方で、右側のグラフの価格は、右側は価格で、価格上がってるのに、こっちの縦極は減ってますと。これはすごい不思議だねっていうことを言ってるわけですね。つまり、マネーマネージャーの、つまり私が言ってるファンドですね。ファンドの、なんていうか、持ち分が減ってきた。縦極枚数が減ってきたってことだ。つまり、ファンドは原因を全然、なんていうか、見てない。あるいは、お任せ型で、価格を動かしてるのは、もっぱら、株式投資家、あるいは、まあ、何ですかね、金融投資家かもしれません。ETF を買って、ETF からファンドが、ファンドじゃなく ETF が、原油価格を動かしていると。つまり一般投資家ですね、個人ですね。ですから、個人は私ほどたくさんの情報を持ってないはずですから、需給バランスで買った、売ったなんてことはやってない。単なるニュースで、ニュースでロシアがウクライナに侵攻した回だということですね。需給で、商品の価格はもっぱら需給で、もちろんそういった、ニュースでも動きますけれども、一時的なもんで、長中期的には、中長期的にはやっぱり需要と供給で価格動きますから、その辺で、なんていうか、実際の価格は、実際のってか、実際の価格をそういった投資家が動かしてますので、よくわからないところもあるわけですね。本当の需給で言うと違うんじゃないのっていうのも、後になるとそうなってきますが、例えば証券投資家がたくさん買えば上がるわけでして、そういう流れは読めないですね。はい。ということは言いたいことでございまして、はい、先物取引とオプション取引がございますと、これは、そういうものはどういうことかということはここに書いてあるんですが、まあ、当然ご存知の方はご存知だし、ご存知じゃない方はご存知じゃないと思いますが、はい、オプション取引ってのは一番私はおすすめなんですけども、いわゆるオプションを、選択権ですから、いわゆる、権利の放棄ができるわけですね。買いといって、オプションの、買いのオプションを買うという、買うを2つ、あるんですけど、買いのオプションを売るっていうのもありまして、売りは、個人はやっちゃいけませんと私は思ってます。売りは青天井のリスクなんですが、はい、買いは、オプションを、手放せばおしまいなんで、オプションのプレミアムってものだけ損するんですね。オプションのプレミアムは、原資産のマイナスよりは全然小さい、金額ですから、まあ、小さい金額で、なんていうかな、証拠金の小さい証拠金で大きな取引をしたってことが、オプションが先物取引以上に、現物取引が100だとすると先物取引が10ぐらいで、オプション取引が1ぐらいですね。1で買ったとか売ったとか言えるわけですね。で、負けるときは1を外せばいいと。1を損すればいいということなんで、個人にとっては私はオプション取引が一番、なんていうか、リスクが少なくていいと思うんですけれども、上がると思えばオプションを買えばいいと思うんですが、これが、奥が深くてですね、オプションの、なんていうかな、組み合わせがいっぱいあるんですね。オプションと先物の組み合わせとかね、いろいろな組み合わせでグラフができるんですよ。で、どこからどこまでの価格だったら、この組み合わせでいけば、一番利益率が大きいよとか、そういったことまでやり始めると大変な、なんていうか知識がいるわけでして、非常にオプションは奥が深いんですけれども、オプショントレーダーってのはそういうことを毎日やってます。ということでございまして、オプションは組み合わせでいろいろ買うわけ、原資産とも組み合わせるわけですね。オプションは浅瀬でちょぽちょぽやってるのがいい感じがしますね。そうですね。買いだけ1枚持ってるなんて、はい、もう全然問題ないです。はい。原油の、なんだろう、
ETF を買うよりは原油を先物を買った方が安くて済んで、資金が少なくて済んで、原油のオプションを買えばもっと小さい資金で同じ効果がありますよということでございます。で、負けた時の損失はオプションの場合は限定されてますということでございます。はい、ということがさっき書いてあったところなんですが、生産商社、スワップディーラー、いわゆるここに、この表のところにレポートできないトレーダー、その他のレポートできるトレーダー、ファンドマネージャー、スワップディーラー、生産商及び商社という仕分けがあって、それぞれに毎週毎週、数字が出るわけです。例えば原油だったら、それぞれのレポートで、それぞれに、なんてかな、10行ぐらいずつなんですけれども、それを毎週毎週こう付け合わせて、付け足していく作業ってのは、底辺なんですよ。私はこのファンドマネージャーだけやってるんですよ。ファンドマネージャーだけやって、ファンドマネージャーの売り買いを見て、先ほど最初にお見せしたグラフを作って、そこだけなんですが、実はそれ以外に CFTC、コモディティ、ここに書いてあるコモディティフューチャートレードコミッションです。商品取引委員会ですね。日本語に訳しますと。商品先物取引委員会。実はアメリカの場合は商品先物取引委員会ってのは全ての金融商品全部を、デリバティブは全て商品先物取引委員会が管轄してまして、いわゆる商品だけじゃないんですね。債券とか、スワップとかもう何もかも、デリバティブと言われる、東京、日本取引所の大阪取引所の部分は CFTC が管轄してるんですね。ですから、CFTC にコミットメントトレーダーズっていう、これサイト行けばありますから、それがクリックしますと、この5つの仕分けで出てくるわけですね。それぞれに毎週、そうですね、各100ページぐらいのレポートが出ます。それの中で私は40品目ぐらいやってますから、債券もやってますから、債券までもう全部手でね、こう4行ずつこうクリックして、引っ張り出して、貼り合わせてでやってそれをグラフで、もうとにかくね、2日間かかる作業をファンドマネージャーだけやってますってことで、ファンドマネージャーはどれだ？緑色のところですね。でございまして、これが今、8月の時は、8月3日は、どれが多いのかな、ファンドマネージャーが多いですかね。で、こっちが、トータル的にはここのライン 1.4 から140万枚から、これが100万枚ぐらいまで減ってますよね。ということが言いたいわけですね。はい、ロングとショートはイコールにならず、ロングをやってる人とショートをやってる人の数は一緒ですから、これはイコールになるわけですけど。ということで、商業者、生産者、主に原油の生産加工と従事しており、マーケットの金融リスクから、そうだね。いわゆる商業用トレーダーってのは、実際の生産者及び商社というこの青い部分ですね。これはもう現実の取引を、原油を買ったり売ったりしている人が、先物で、原油の価格変動リスクをヘッジする。金融、全然話は変わりますけど、先般、金融取引所、東京金融取引所からお話がありまして、私が呼び出されて、お話を聞きに行ったんですけど、近藤さん、この商品どうですかっていう ETF で、金融取引所が扱っている ETF で原油を買って、実際に原油を買っているお客様、中小企業の人たちのヘッジになりますよねって言うから、それをヘッジとは言わないけど、ヘッジにはなりますっていう答えなんですけども、いわゆる両方買うと、片っぽは紙切れですから、原油が実際に買う分が価格上がっていっちゃうと、原油、次に買う原油価格が上がっちゃうわけですね。だけども、その時に実際、紙切れで買っていた ETF の原油の方は儲かるわけですよ。だからそれを
掛け合わせると、うんうん、原油の価格の値上がりが実際の昇流 におけるマイナスをカバーしてくれるというのは正しい。ただし、それをヘッジとは言いません。ヘッジっていうのは買ったら売り、売ったら買いなんで、それの組み合わせをヘッジと言ってますから、買って買ってっていうのはヘッジとは言わないってことですね。うん、ダブルになっちゃいますからね、リスクがね。まあ、実際考えてみるとダブルにはならないんですけども、いずれにしても、ヘッジとは違うってことをちょっとここでご紹介しましたと。はい。はい。うん、はい、ということで、下は、生産者と商社はですね、実際の取引を、現物の取引をやってる人たちは、ショートポジションを減らしてたと。いうことで、ロングポジションを増やしてたということらしいですね。そこまで私、ここを減らしてたっていうのは、ショートは減ってるんです。ロングは横ばいなんですが、まあ、その分だけロングの方は多いということで。これは、何ですかね。なんていうか、遊んだ人もいると思いますけどね。でも、ヘッジとしては、通常は、買ったのが多くなるとショートが増えるはずですし、買ったのが少なくなったからショートが減ったんですね。現物の買いが少なくなったんでショートが減った。価格が上がったから あんまり現物を買わない。したがって、ヘッジのショートが減ったということだと思います。そういうようなことを、まあ、解釈はできますが、実際はどうかわかりません。うん、ということで、いろんなポジションがありまして、ロングポジションは減少しましたと、うん、いうことでございまして、まあ、そんな回りくどいことを5つのレポートから読み取ることはなかなか難しいんで、私のようにファンドマネージャーだけのことで言えば、ファンドマネージャーは、原油価格の取引には参加していないと、はっきり言えます。うんうん、他の人たちは現物の取引は当然参加してますし、価格に関することはないんですけれども、いわゆるヘッジャーとしてですからね、商社なんかはほとんどほぼですけれども、上がると思って買うなんてことはないんですね。そんな危ないことやらないんですね。それで儲けても上司から良かったねんだって言われないんですよ。損したときどうするんだ、損したときクビになっちゃうんですよ。だから、それを知ってるから、普通のトレーダーは、なんていうか、トレーダーでそういうふうに買って儲けるってことはないんですね。現物のヘッジとしてはやってますけど。で、なんで儲かるかっていうと、コミッションをいただいて、トレーディングのコミッションを、なんていうか、それを利益とするということが、基本的な商社の儲けでございます。うん、どうも勘違いされてますけど、うん、商社は、賭け事をしてるんだろうと。賭け事なんかしたら、負けた時に全部クビになりますからね。そんなことやってられません。はい。結構堅実にやってるってことですね。安全に。そういうことをやったやつは大体死んでて、みんな全員と言っていいですね。儲かった時はいいんだけど、損した時が必ずありますから、うん、損した時にはクビになっちゃうんですよ。左遷かクビか、うんうん、非常に危ないんですね、はい、ってなことでございまして、私の上司はそいつを やってたのが露見した時の部長に転勤してきて即クビになりました。部長はかわいそうにね、責任者だから。そうやってた時の部長は全然違う部長なんですよね。どうでもいいんですけど。ファンドのその他のプロからのロングポジションは減ってますよということでございます。これは最初の私のグラフと一緒のことでございます。値上がり関与していなかった。はい。ということでございますと。今説明してくださったことですよね、これはね。そうですね。はい。はい、よいしょ。流動性が低下しているということがありますので、取引量がちょっと、流動性が低下してるんですかね。縦軸が減ったってことは流動性が低下したから減ったんだということがここには書いてあるんですが、そんなに減ってるとは私は思ってないですけど、きちんと分析すればそういうことなのかもしれません。
これが流動性ですか、月間取引だが確かに減ってますね、うん、あ、黄色のグラフは右肩下がりで原因の縦極が減ってますと、うん、まあこれはオープンインタレストだと思う、つまり、買っただけで売り閉じてないものってことだと思いますけどね。はい、以上でございますと、はい、次の話に行きます。中国の、はい、はい、いよいよ大詰めですね、この原因の関係、はい、中国のシノベック、ね、棚ぼたですっていう話なんですけれども、はい、わかりますかこれは、はい、どうして棚ぼたか、うん、それはやっぱり中国が安いロシア産の原油、現在だと80ドルぐらいですかね、はい、あ、現在80ドルとかもっと安いですね、要するに20ドルか30ドル安く買えたんですね。ロシアは売り手がないから、あ、中国とインドは主要な売り手になってますから、うん、だから買い先になってますから、安売りをしていると。インドはもう、あ、そういったところにはすばしっこいですから、安けりゃ買うよと言って足元を見て安く買ってると、うんうん、あと、まあ、シノペックだけじゃインドの、はい、石油会社も儲かってますが、そういうことで、大儲けをしていることが、シノペックの決算書で分かりましたということですね、うん、実際の第二四半期は8月末に出ますということですね、うん、ロシアの原因は、うん、この差ですね、このところで原価が下がってんです、うん、あ、原価が上がってるんですけど、ここはロシア産だけ下がってて、この差が儲けになってるということですね、うん、いうことがここに書いてあります。はい、随分長く書いてありますが、まあ、内容的なそういうことでございます、はい、次の最後の話はロシア産原油は中央島への輸送停止で制裁が行われます。はい、天然ガスのはもっとなんていうか、欧州は厳しくて、冬の天然ガスはもう足りなくなることは分かってて、はい、なるべく使わないようにしようということを、欧州の各国政府は、いわゆる欧州の天然ガスの使用者、家庭も含めて、なるべく天然ガスを、はい、ガスを使わないようにしましょうよという呼びかけをしております。で、ロシアの方は、なんか工事が遅れてるとか言ってパイプラインを止めておりますと、嫌がらせをしてますと。で、ここに書いてあるのは、逆にロシアのロシアがお金がなくなって、パイプラインで輸送できなくなっているよという、ロシア側の資金の不足が露骨に出てきてますよということがここに書いてあることでございまして、それで物が出てこなくなっているよと。ウクライナが止めちゃったってこともあるんですけれども、原因については、よそからたくさん買えますから、欧州は別にロシアから必ず買わなくてもいいわけですね。天然ガスだけはなかなか、中東も供給余力があまりなくて、からこの間も言いましたけど、設備投資がいって極低温にして、LNG にして持ってこないといけないんで、それの解凍施設だとかパイプラインだとかいろんなことが、施設がいります。それ作るのに何年もかかりますから、パイプラインじゃない、天然ガスの方がより深刻な影響を欧州に与えてますが、原油の方はね、別にどこからでも買えますから問題ないですね。欧州そのものは、ノルウェーの方で出てきてますから、北海油田ってのがありますし、うん、ってなこともございますと。うん、以上で、まあ、ロシアはどうなりますかね。若干 GDP が押し込んでるっていう話は聞いてますけどね、うん、プーチンさんの政権の基盤がどうなるかってことですね。それであんまり揺らぐようだと、プーチンはもうちょっと方向になるはずですから、うん、でもなんか国民からの支持は高いんでしょう。それはまあ、操作ですね。操作といっても情報操作、あれの、なんていうか、情報の、なんていうか、うん、ね、国民に
伝えてないってことですか、本当の姿を。それはそうなんです。それは、政府ポストは全然逆のことを全部ね、でっちらえて作ってますけれども、それはそうなんです。それを信じる年寄りは多い。国営放送しか見れない人ばっかりなんで、いや、インターネット系で見れる、インターネットでの配信もだいぶ制限されてますし、海外からの、見るのも、できるのも少ないですから、若い人は中心になってそういうのは見てるかもしれませんが、いずれにしてもそういった情報統制で、いわゆる投票、人気投票は正しいんですね。これは大手の人気投票会社がやってて、プーチンが相変わらず支持率が高いっていうのは、これは正しいらしいですね。だそれだけやっぱり本当に人々はロシアは正しいということを信じてる人が多いらしい。まあ、この辺がこれからどうなるかっていうのはまた難しい問題で、私はよくわからないところでございます。はい。私の希望としましては当然プーチンさんが困っちゃって、お金がなくなって、国家予算がなくなってから、収入が、税金が少なくなって、国民がいわゆる海外から買ってたものが買えなくなって、国産のものが昔はもう、ドルショップに私はロシアには何十回、行ってますけれども、ドルショップではものすごくいいものを買えるんですが、一般の買うところはもの、本当に、なんていうかな、すぐ壊れるものばっかりなんですよね、だったんですね。国営企業は数量で作りますから、数量がノルマになってまして、冷蔵庫を100台作れって言うと100台作るんですよ。製品質については何も言われないんで、頭数を揃えることは中国でも、ロシアでも同じで、中国はいち早くそれを鄧小平が脱却させたんですけども、ロシアは依然としてそうなんですよね。ですから、国営企業ってのは全部、頭数を揃えてやるってことが基本ですから、ってことは品質が悪い。海外のやつはどんどん日進月歩で変わってきてますから、そういった部品を使えなくなった国産品の、ロシアの国産もののものは全然ダメだと思いますね。時代遅れになると思いますが、まあ、その辺が国民がどう感じるか。ということでございます。時間の問題だと思いますけどね。そうですよね。はい。はい、ということで、はい。はい、以上で。長々となりました。はい。ゴールド TV。はい。はい。ご質問ありましたら。はい。ご質問ありましたらよろしくお願いします。はい。はい。ということで、何かご意見とかございましたら、YouTube のコメント欄に書いてください。はい、お待ちしております、はい。ありがとうございます。はい。では、ゴールド TV、これで失礼いたします。さようなら。